主に3つ今事業をやっていて、カタコトークという多賀城の面白い人たちをこうピックアップして、それで車座になってトークをして交流の場を作るということと、それから道草トラベラーといって、多賀城の市内をいろいろ探検するというか日常旅行というサブタイトルなんですが、その見慣れた日常も旅行気分でちょっと旅していろんな名所を作って遊ぼうと、勝手に遊ぼうっていうプロジェクトと、それからフリーペーターというプロジェクトはフリーペーパーを作る、書く人募集、それから勝手に負けっていうような形で、はい、作ってます。周辺の、まあ、仙台とか塩釜とか、そういうなんていうかね、土地に対する愛着とか、そこにすごくアイデンティティを持っている住民の人がいるとか、そういう町では多賀城はないので、ベッドタウンでっていうようなこともあるんですけど、そういうのをこう作っていけたらなというのもあったんですね。でも実際始めてみたら、このプロジェクトでいろんな人とお会いするようになったら、そんなことはなくて、実際多賀城を何とかしたいなとか思ってる方ってかなりいらっしゃって、なんかそういうのをこうそれぞれに思っていたけど、このプロジェクトでそういう思いがまあつながればいいなっていうのもあるし、震災前からも震災あってからも震災後からも一本につながるように、ずっとあったよねっていうのをこう、震災がもし風化していたとしてもそこからもずっと続くように、多賀城をただ楽しくしましょうとか、自分が楽しいから続けましょうっていうことが、まあちょっとメンバーの中では大事にしていて、町に関わるきっかけを細かく作っていくっていうのをやっていけたらなと思ったりするんですね。多賀城を面白くしたい人、多賀城でこんなことやったら面白いなと思っていることがある人、ぜひ一緒に多賀城で遊びましょう。